はい、毎度どうも恐縮です。君安をします。サイバーパンク2077やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回の目標は鍛錬あるのみ、訓練教官と話すということですね。要するにチュートリアルですね。やっていきましょう。この訓練プログラムは諸君が戦闘の基礎を身につけ反射能力を磨くために設計されている。はい。ここで学ぶスキルは戦場で生き延び、さらには活躍するのに役立つだろう。硬いな。諸君には効果的な武器の使い方、ステース戦術の活用法、敵ネットワークへのハッキングを学んでもらう。お、それはいいですね。なぜならミリテクでは。お、ミリテクのプログラムは穴だらけね。ティーバグさんだ。でもこの戦闘訓練自体は役に立ちそう。では新兵一番ステーションへ向かえ。どうした、さっさと進め。急に硬くなったこれ。しょ、スパルタ式に鍛えていくから覚悟するのよ。はい。訓練モジュールを選択しトレーニングを始める。おお、いいねいいね。まずは基礎戦闘、はい、開始です。射撃訓練プログラムを始めるわ。まずは軽いウォームアップから。はい、はい、まず武器を取る。お、 M1044 じゃないよ、 AF か、エキシントン、パワーピストルだ。おお、いい銃だ。 R2 でエイム、合わせた、こうか。リロード、三角に移動して武器をしまう。しまってどうする。あれ、こうすかない。いいのか。さすがの腕前ね。じゃあ少しハードルを上げましょうか。カメラ感度はちょうどいいかな。お、なんか、すいません、エイムは良くないです、私。すいません、それだけはちょっとご了承願います。はい。で、今度はパワーアサルトライフル。おお、ぼーっとしてないで身を隠して。 R3 ボタンで鏡、カバーの後ろにかけると敵の銃撃から身を守ることができるということですね。まあ、遮蔽物を利用した、要するに、まあ、身を守ることですね。なんだこれ。日本語おかしい、私。すいません。よし。で、敵をすべて排除するか。忍びっていう経験値があったな。リアニメーター、回復装置のことですね、多分ね。で、これ取って。消耗品を拾うとインベント内にある空のクイックスロットに自動的に追加される。グレネードや回復アイテムなどの消耗品はチャージ数に残りがある限り繰り返し使用可能。おお、回復アイテムを使用、繰り返し使えるんだ。チャージ数はアイテムアイコン上に表示される。チャージは時間経過で回復する。早く手当てをして。はい。あ、いいな。で、準備ができたら訓練エリアに進む。はい、武器を切り替える。ハンドガンとアサルトライフと。で、ここ、まず訓練エリアに入る。はい。今度はお友達を連れてきたみたいね。お、待って。さあ、腕の見せどころよ。ほら。当たんない、当たんない、当たんない。ない、これ、大丈夫これ。なんか一人そこにいるな。倒した。あ、もう一人いる。ほっ、反動する。どうや。やるじゃない、B。プラットフォームに立って、次へ行きましょう。はい。で、プラットフォームに乗る。あ、これか。次はハッキング訓練。おお、ハッキング。コース内容に少し手を加えてみたからお楽しみに。はい。最もサイバーパンクらしい これ行動ですね。これね、ハッキングってね、これ大事だろうな。まずここに行って、L1 スキャナーの使用か。L1 長押しでスキャナーを起動。はい。スキャナー詳細、ジョブ関連オブジェクトは金で表示される。これびっくりマークです、これね。スキャン、金のオブジェクトを2つスキャンしろ。
スキャンすることで周囲の重要オブジェクトがハイライト表示され役立つ情報が手に入る。あ、サーバー爆発性だ。これは監視カメラ。これは特に何もないか。アクションが技術。これがびっくりマーク。コンピューターで敵や脅威は赤で表示される。ハック可能なデバイスは緑で表示される。インタラクト可能なオブジェクトは青で表示される。おお、ロボット。所属かな、これ。アラサカって書いてあるな。あれは何？あ、それは届かないんだ。あれは、俺が奥にあるものは届かないや。好むかな。金色に入った。この訓練モジュールでは戦闘におけるテックツールの使い方を実戦に近い形式で学んでもらうわ。はい。大げさな言い方をしたけど、要はハッキングよ。ハッキングですね。はい。後ろにある画面をハックして敵の注意を引いて。はい。でスキャナー起動して、クイックハックメニュー。サイバーデッキをインストールすると、スキャナーにクイックハック用インターフェースが追加される。クイックハック拡覧を使って敵の気を反らせ、方向パッドの上と下でクイックハックを選択。あ、今これ利用可能なクイックハックは今拡覧のみですね。で、このスクリーンをスキャナーでこうスキャンさせると、この内容をインストールして、そのクイックハック用のインターフェースが追加する。ここで可能なクイックハック可能な内容が出てくると。もうちょっとこれはやってみようか。かく乱を実行ね。要はここでハッキングして、ここで要するにいたずらできると簡単に言うとね。で実行と。そうするとかく乱状態になって、こっちの方がイケてるでしょ。そう、敵がこういうふうに誘導されるということですね。で、okay、守衛に守備を。じゃあそいつを静かに倒して、しゃがみ歩きで音を立てずに動くことができると。上出来よ。グラップ。あとはそいつを倒すだけ。テイクダウン、切るか。テイクダウンで無力化すると。現場に痕跡を残さないのがプロの鉄則。はい。それが死体の場合は特にね。敵を運んでどこかに隠すのよ。はい。こんなところにあった。敵の隠し方。一部の場所には死亡あるいは気絶した敵を隠すことができる。そうすることで他の敵に検知されにくくなる。なるほど。で、ここで捨てると。うわぶん投げたし。鏡色、かがんでる間は音を立てずに動くことができる。いいじゃない。じゃあ次はそいつを素早く倒して。はい。これをグラップルして掴んで、これは切るしかないんだ。はい。あ、じゃあ、オッケー。で、今度はリアルタイムで敵をハックしてもらうわよ。はい。頑張ってね。はい。リアルタイムで、なんだって。クイックハック、デバイス操作。一部のデバイスはクイックハックによって操作することができる。L1 を長押しして、長押しでスキャナーを起動してカメラに視線を向けろ。カメラ。で、ここで、カメラ操作のクイックハックな内容が出てきましたね。ここで四角ボタンを実行。で、離す。おー、カメラ、カメラが操作できるんだ。はい。で、ここで敵へのクイックハック。カメラやタレット操作中にさらに別のデバイス役敵をクイックハックすることもできる。あ、ここでもスキャナーが作動できるんだ。おー、すごいこれ。で、利用可能なクイックハックが強制自爆。へぇ、強制自爆。で、敵の人にエイムを合わせてクイックハック強制自爆を使用し、両方の敵を同時に排除する。これ実行なんだ。で、離すと。エラーモード離して、なるほどね。すごい。で、ここでカメラビューの終了と。すごいな。ブリーチプロトコル。コンピューター端末やネットワークアクセスポイントなどのデバイスは、ブリーチプロトコルと呼ばれる専用インターフェースを使って直接ハックできる。ハックに成功すると新たな情報やリソースなどを入手可能。アクセスポイントにつなぎ、これはもう直接つなぐったわけだ。リー、散歩は済んだ？おお、自分で見ちゃうんだ、こうやって。ブリーチプロトコル。ネットワークをブリーチするには、コードマトリックス、マトリックス上でコード配列を再現する必要がある。コードマトリックスで選んだ文字はバッファに表示される。これバッファでの人に
上の4マス、4つマスがあるとこか、余白があるとこか。デーモンのアップロードに必要なシーケンス。暗号解読か、これね。続ける。ブリーチプロトコルは常に1行目がアクティブな状態で始まる。コードマルト X から55を選べ。はいはい。この、あらかじめアップロードに必要なシーケンスがあって、それをここで左で選んでいくという感じですかね、これね。55を選ぶ。カーソル、これか、カーソル用紙、これを選んで、で、今度はアクティブな行の文字を選択すると、今度はその文字がある列がアクティブになる。こう縦の位置ね。で、今度は55ね。この必要なシーケンスが55だから、次も55だから、これを選ぶと。で、次は BD ですね。その BD を選ぶと、ここでね。で、今度はさ、これか。で、さらに55。順番通りいくと。こうやって解読していくわけですね。プログラムネットワークへのアップロードに成功した。失敗した場合は時間を置いて再挑戦できる。失敗してもペナルティーはないということですね。OK。余計なことは考えず、命令に従えば結果が出る。ミリテク式も悪くないでしょ。まあ、私のおかげなのは事実だけどね。すごいな。次に行きましょう。進化状だな。クイックハックの使用。この訓練の外でクイックハックを行うには装備しているサイバーデッキクイックハックをインストールする必要があると。リー、散歩は済んだ？待ってください。まずまずね、ミリテク式の訓練はあなたに合ってるんじゃない？訓練を続けるならモジュールは他にもまだあるわ、はい、やっていきましょう。もういいなら終了して。いや、ちょっと忘れないで。他にもやりたいな。ストリートにはヒントもやり直しもないからね。はい、わかりました。必須チュートリアル完了だけど、ドアから出ればシミュレーションを終了できる。何グズグズしてるの？でもやっていきたいの。いや、待ってよ。怖いな。ステルスやっていきたいですよね。やりましょう。よし、じゃあ今回はステルス技術の訓練ね。はい、お願いします。 L1 長押しでスケーラー起動。タグ付け。標的をタグ付けして光学サイバーウェアに常時表示させるには L1 で標的をスキャンしながら R サボタン、 R サボタンを押す。こうか。あ、マーキングできるってことね。こうやってこうすることで、もういない、何か巡回。こちらに気づいていない敵はルーチンに基づいて行動する。動きのパターンを観察すれば敵に見つからずに移動できるということですね。ここで、お、訓練エリアに入って、おお、見える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 、敵が見える。おお、どうだ、ステルス。敵の視界に入るとアラートマーカーのゲージが上昇し始める。見つからないよう遮蔽物の裏に隠れろ。お、待て。早く身を隠して。身を隠して。オッケー。次は出口に向かって。見つからないようゆっくりと。なるほどね。これがステルスね。お、見えない。バレないんだ。おお。ちゃんとしゃがまないといけないのね。かがみ移動ね。かがんでる間は音を立てずに動くことができる。ステルス。忍者の BD は見たことあるでしょ、あんな感じ。はい、ブルーレイディスクね。 BD はね。ここ大丈夫、これ。あ、バレちゃう、バレちゃう、バレちゃう。あ、でも発見マークついてもゲージがたまんなければセーフなんだね。だ、その間も、そのセーフなまでの間も重要なわけだ。だ、発見されたと思っても諦めちゃいけないということか。怖いな。なんかずっと仁王立ちして、仁王立ちしてますね、あの人ね。で、これ移動するしかないね。あ、怖い怖い怖い。めっちゃ怖い。この人は？で、これ、あ、行った、移動した。これ行くしかないな。行け！上出来よ。よし。じゃあ次のエリアね。なるほどね。要は、勝てばいいですね、勝てばね。警備システム。タレットや監視カメラのような警備システムには注意しろ。警報を鳴らされ敵に居場所を知られてしまう。もう一度、タグ付け。次はカメラにも気をつけて。はい、スキャナー、スキャナーでカメラをスキャンして、
標的をタグ付けして光学サイバーウェアに常時表示させるには、これもあ、マーキングできるんだ。カメラの視野角、侵入者を検知する敵対的なカメラはオレンジのスキャンビーム、有効的なカメラは緑のスキャンビームを放つ。カメラの視野角に入ると検知されるが音は検知されない。おお、物体に反応するのね。これどうすんの、これ視野角、もうここは絶対通れませんね、こう真正面はね。おお、これ範囲広いんですけど、でも検知されてもすぐには見つかんない感じだな。音は反応しないから別に早く走ってもいいわけだ。こうやって勝てばいいんですよ、勝てば。いい感じ、ね、プラットフォームの上に立って終了して、はいはい、おまけに上級向けの戦闘技術よ。はい、あー、いいですね。今回は終了。はい、これやりたいな。高等戦闘ですって。じゃあ次はいよいよ近接戦闘ね。あ、近接ね。あ、これ大事。なになに、高速攻撃、 R2 で高速攻撃、どんな感じ。おい、敵に高速攻撃を3回行う。おい、おい、あれ当たってない。おい、高速攻撃コンボ、高速攻撃の発動中に R2 を押せば攻撃をするだけでコンボを繰り出す。ああ、コンボ連続攻撃ね。ワン、ツー、ワン、ツー。あ、ワン、ツー。このもワン、ツー、スリー割れてる。強攻撃。R2 名越しでチャージしたと、R2 を離して強攻撃を発動。おう。R2 溜めて離す。スタミナ。敵を攻撃しすぎるとスタミナ消耗する。高速攻撃と強攻撃では消費スタミナが異なる。コンボ攻撃がヒット重ねることにより大きなダメージを与えるが、消費スタミナもその分増す。現在のスタミナは画面上部に表示される黄色のバーで確認できる。スタミナが極度に減少またはゼロになると、余ダメージ及び強攻撃速度が、あ、違う、攻撃速度 が低下するということですね。だからスタミナがない状態で攻撃し続けると、攻撃速度が低下したり、余ダメージが低下するということですね。はい。ブロックか、敵のブロック、敵は守りを固めている、攻撃してブロックの効果を確かめろ。はい、難易度をイージーからノーマルに上げるわよ。はい、今度の相手は攻撃をブロックするわ。はい、まずは普通に、ああ、なるほどね、硬いなこれ。お、硬い硬い、ブロック寿司これなんかゲームの名前だなこれね。高速攻撃はブロック使用的にダメージを与えられない。強攻撃のみブロックを崩すことができるということですね。じゃあ長押しでブロック崩し、どういった、ああ、いた、いた、あれ、ちょっと終わっちゃった。今度自分がブロックやっちゃう。あ、歩くか。攻撃よりつまらないけど重要な要素だから、長押しでブロック対戦やる。相手、あ、なんかカウンター入った、カウンターもあるのか、なんかブロックを3回ブロックする。ブロックのスタミナ消費、ブロック中に攻撃されるとスタミナ消費する。スタミナがゼロになるとブロックを崩される。あ、これまずいですね。守ってばっかりはダメってことね。あ、またなんかカウンター入った。攻撃のブロック、敵のブロックが強攻撃で崩せるように自分のブロックも敵の強攻撃で崩される。あー、なるほどね。敵のブロックが、やってみようか。強攻撃を2回ブロックする。こいや。こいや。おいた。あ、ダメージも入りますね、なんかね。こいや。こいや。ダメージは抑えれるって感じですか、強攻撃のブロックかね。あ、ブロックか。あ、ブロックし続けるのもあまり良くないってことか。でもね、ブロックし続けてこうチャンスを待つのもありですからね。カウンター攻撃、敵の攻撃が当たる直前に L2 でブロックすることで自動的にカウンター攻撃を繰り出す。あ、さっき出ましたね、この技ね。要はパリみたいな感じですから、これね。
2回カウンターする。相手は攻撃の後に毎回バランスを崩してる。その隙を狙ってカウンターを食らわせて。難しいよ。こうだ。あれ難しい。あれ？結構早めかな。当たる直前というか。これも入るんだ。カウンターね。強攻撃も。難しいぞ、結構。回避。L スティック方向を選び、丸ボタンで回避。やっていきましょう。敵を攻撃3回回避する。B、次は相手にパンチを空振りさせるの。攻撃を食らわないようにして。いけ、どうしちゃったよ。OK、できました。敵を倒す。身につけたテクニックで敵を倒すということですね。若き弟子よ、もう私から教えることは何もない。なんか老子みたいなこと言ってんな。さ、次が最後の試練よ。ここまで来れたならやれるはず。普通の技だ。難しいね、カウンター難しいな。来いよ。強攻撃をカウンターと。あれ難しいな。当たる寸前じゃない、ダメなんだよな。当たる直前の直前。ここ。あ、ダメだ。な、意外と難しいよ。こっちを当たるわ。待て待て、カウンターカウンター、ほっ、来るか、よっ、よいしょ、あ、終わっちゃった。次は金殺の剣、刀だ。剣を取って、刀を取る。おお、で、これで、これまでの近接戦テクニックは刀との近接武器にも応用できる。あ、一緒なんですね、大体ね。ため攻撃、ほい、すごい、おお、いた。おお、すごい。おい。おいしょ。それ。忍びの経験値が入ってすごいな。これまで学んだことを実践してみて。はい。最終テスト。これまでの訓練で遭遇してきた様々な敵が出現する応用編。各種武器とサイバーデッキを駆使して好きな方法で敵を倒せ。おお、サイバーデッキも使えるんだ。待て待て、ほい、まずあいつを、え、なんかいろいろ選ぶ。今ね、スクイックアーク選んでるんですけど、奥的にね、オプティクス再起動ってなんだろう、これ。でもこのラムユニットの使用量が2しかないから、あんまり大したことないかな。でも使ってみようか。どうしよう、オーバーヒットいいか。はい、またまた、なんか真相。これもう一回オーバーヒート回路ショートやってみるか。はい、また最後刀でいくか。刀か、選べない。おい、どうや、いい調子よ。ずいぶん慣れてきたみたいね。いや、結構最後食らっちゃったけどね。あ、これで終わりか。終わりか。じゃあね、B。はい、ありがとうございました。で、ドアに向かうということですね、これね。よし、なかなかいいチュートリアルでしたね、戦闘のね。はい、ということでございまして、今回動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。また次回もやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。